大家好、生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年の日本語ちょっとおかしな健太がお送りする香港健太チャンネルです。では早速やっていきましょう。本日9月23日金曜日です。現在時刻6時50分です。本日最高気温31度、最低気温26度で晴れです。降水確率は 40% あるので、まあ、傘持って歩いた方がいいのかな。一応心配だと思って歩いた方がいいかなと思います。以上天気予報でした。続きましてコロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の感染者数は7456名でした。うち NAT にて発覚したのが1615名、 RAT にて発覚したのが4375名、 PCR にて発覚したのが1466名、国外からの入国者で感染者は149名でした。死者は17名です。続きましてワクチン接種者の数やっていきたいと思います。1回目のワクチン接種完了しているのが685万6692人、人口の 94% です。2度目のワクチン接種完了しているのが667万5228人、人口の 91.8% です。3度目のワクチン接種完了しているのが531万5223人です。人口の 77% です。4度目のワクチン接種完了しているのが42万5549人、香港の人口は730万人程度です。続きましてビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻6時54分です。ビットコインの価格は19,361.13でした。さあ今日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。今日ね、一番大きなニュースに感じたのがですね、昨日の、何時頃だろう、わからないですけど、チームサーチョイでね、女性がですね、すごいね、なんていうのかな、セクシーなね、寝巻きっていうんですかね、を着たね、女性がね、こうビルのね、いろんなところを伝ってね、上の方から降りてきてるところがね、たくさん撮影されていました。その女性はですね、まず、30歳ぐらいのタイ人の男性です。まあ、そっち系のマッサージ店の、店員、マッサージ師ですね、だったんですけど、まあ、最近ですね、まあ、前回も富士ビルで大量に捕まったっていう話をしたと思うんですが、今回はチムサーチョイのところで、その警察のガサ入れがあり、まあ、それに捕まりたくないから窓から逃げ出した。で、窓、香港のね、ビルにいろんなもんくっついてますし、まあ、エアコンとかね伝って、下まで降りたんですけど、結局、捕まりまして、今はね、でもただ病院にいるらしいので、まあ、ただ大きな怪我はなく、軽い傷と打撲だけだったらしいので、無事だとは思うんですが、そうですね。で、今最近なんですけど、やっぱ タイからたくさんの人がね、出稼ぎに来てるという話なんですけどね。ただこういった人たちは、まあ、部屋代はもちろん払わないといけないし、香港に来るときの飛行機代も払わないといけないし、でさらにね、お客を取っても、エージェントにね、お金を払わないといけないし、まあどうなんでしょうね、大して儲からないんじゃないかなっていうことがニュースで言われてました。とはいえね、こうやって来てしまって、で警察に捕まってしまってっていうね、なんか災難な感じがしますが、まあそれぐらい、お金が必要だったのかな。まあでもビルからね、降りていくっていうのはね、すごいなと、かなりたくさんのね映像が上がっていて、もう多分ね、皆さん結構ツイッターとかでね、写真なり動画なりを見つけられてると思うので、私の元リンクなんて大したことないかもしれませんが、結構総集編ぐらいな感じでいろんな人の映像を集めて、編集されていたので、また違う見てない一面が見えるかもしれないので、もしよろしければね、概要欄の方からリンク辿ってね、見に行っていただけると面白いかなと思います。ということでね、今日、見たニュースの中でお伝えしたいなと思ったニュースは以上です。こんな感じで香港の三面記事的なニュースを毎朝、8時半までにアップロード、最近できてないな、なんか YouTube へのアップロードの時間がね、すごいかかってしまってて、なんかアップロードに1時間とかかかる日があれば、スッと終わる日もあって、私もね、どうしてかはちょっとわからないんですけど、ただ8時半までにね、アップロード終わるように、頑張ってますので、もしよろしければですね、チャンネル登録とグッド評価で応援していただけると嬉しいです。
ということで本日ここまでとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日を過ごしください。ジョイキンまたね。バイバーイ。